アイヌの英傑シャクシャインが1669年の戦いの拠点とした地、新日高町静内地区。新日高町アイヌ民族資料館には江戸時代末期の文献である蝦夷整形図説を参考資料とし復元された船や日常生活で用いた品々が展示されている。中でも儀礼に使われた蝦夷狼の頭蓋骨は国内唯一の資料である。絶滅した蝦夷狼はアイヌにとって特別な存在であった。またアイヌが築いた茶師などの遺跡から発掘された鉄製品も展示、当時を忍ばせる。新日高町には2015年にオープンした新日高町博物館もある。ゆったりとした美しい空間に郷土の歴史や文化がイメージしやすく展示されている。こちらはシベチャリ水源の木。幕臣である山之内作左衛門はアイヌ民族を案内役に静内川を踏破し、その記録をカツラの木に刻んだ。江戸時代後期の和人とアイヌ民族の関わりを示す資料である。